皆さん、ライスペーパーって食べたことあります？いや、どうも私です。てなわけで今日なんですけど、比較的最近 SNS とかでライスペーパーって流行ってたじゃないですか。でも私、上白、今までライスペーパーって食べたことなくて、どういうものなんだろうって正直わかんないんですけど、最近またこのライスペーパーを使ったアレンジレシピみたいな感じで、ライスペーパークロワッサンっていうのがめちゃめちゃ流行ってるらしいんですよ。それは事務所の方が教えてくださったんですけど、私、上白、この世で一番クロワッサン好きなんですよ。てなわけで今日は人生初めてのこのライスペーパーを使ったクロワッサン作っていきたいと思います。どうやらめちゃめちゃ簡単にできるらしいんで、そもそもライスペーパーは美味しいのか、そしてライスペーパーで作ったクロワッサンは本当にクロワッサンなのか、ちょっといただきたいと思います。上白クッキングスタジオ始まり。はい、てなわけで早速作っていこうと思うんですけど、そもそもこれまでジャパンで生活してきて、ライスペーパーって見かけることすらなかったんですよ。お米コーナーにあるのかなみたいな思ったら、麻婆豆腐の元とかが売ってるようなコーナーに置いてありました。でさ、お米コーナーに米全然ないんですよ、今。これ何なの？僕全然知らなかったんだけど、米不足突入してるんですかね。ライスペーパーって言うから何でできてんのかなと思ったら、本当にお米でできてるんだね。あとはなんかタピオカ粉。で、まあ、ざっとの流れを紹介すると、このライスペーパーを水分に浸すと、なんかペタペタになるらしいんですよ。もともとはこんななんか、すごいさ、これ食べ物かよみたいな形、見た目なんだけど、水分に浸すとペタペタになるらしいのね。で、それをくるくる巻いて、オーブンでチンしたら、なんとクロワッサンになってるってことで、本当かよって話じゃないですか。マジで楽しみ。卵は2件で、ここに溶かしたバターね。で、バニラオイルはま、適量入れましょう。牛乳タパタパタパ。で、混ぜていきましょう。うわ、この平たい皿にしたの失敗だ。混ぜにくいです。でもちょうどお米不足だったらさ、余計にこのライスペーパーとかパンの需要めっちゃ高くなりそうだよね。美味しくなあれ。美味しくなあれ。で、個人的に塩気のあるクロワッサンが好きなんで、岩塩も気持ち追加しておきます。でさ、僕、ライスペーパーのことあまりにも知らなすぎて、ライスペーパーって書いてあるけど、これさ、下に生春巻きの皮って書いてあるじゃないですか。え、これどっちなんだろうと思ったんだけど、生春巻きってライスペーパーだったのかな。もっと言ったらさ、北京ダックとかもあれも実はライスペーパーだったのかな。なんかこのライスペーパーとかって東南アジア系の食物みたいな感じするじゃないですか。手で巻いて食べるあるよみたいなさ、ちょっと新鮮だよね。で、そしたらここからちょっとね、手を使うんですけど、ここにライスペーパーを浸していくわけなんだよね。一気に何枚もつけられるのかな。ちょっと一応2枚でつけてみますね。うわ、これいけんのかな。ちょっとカメラさん注目。ああ。うわ、本当にペラペラなんのかな。なんか気持ちいい。あ、でもこれ複数枚で同時でいけますね。だんだんペラペラになってきた。この辺にしとこう。せーの。よいしょ。これ一枚一枚やった方がいいですね。そんなになんか面倒見てられないって感じ。面白い。これで本当にクロワッサンなるのって感じなんだけど。ちょっと僕みたいな素人の人は、あんまりブニョブニョにさせない方がいいかもしんない。何個かクロワッサンのレシピ見てみたんだけど、だいたい3枚。ライスペーパー3枚で1個作るみたい。でも多分、重ねれば重ねるほど、クロワッサンのサクサク感というか、何層にもなってる感が出ると思うから、オイラは4枚でいきたいと思います。面白いね。なんでこれでペラペラになっていくのかがわからない。しかもこの最初の段階のさ、プラスチック加減が半端じゃないんだけど、本当にこれ食べれんのって感じ。いや、これもうちょっと早ければさ、今年の夏の自由研究に使えたんだけど、ごめんなさいね。まあ、また来年のね、自由研究で使っていただければと思いますね。うわー、すごい。はい、これで今4枚ですね。これを3等分にします。こういう感じですね。うん、こういう感じ。まあ、ピザみたいな感じだね。うわ、すごいトロトロ。しかも切れてない。切りました。で、この片方は、この真ん中の円に被せます。で、もう片方。これを、下にしまして、手前から奥に巻いていくって感じ。これでできんのかな？で、結構ね、ペタペタくっつくから、巻きづらいかもしんない。おー、できた！なんか、ね、これ大丈夫かな？こんな感じで何個か作っていきたいと思います。すごいペラペラなんだけど。まあ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 、行ってみましょう。でさ、見た感じめちゃめちゃ薄いから、やっぱ3枚だとちょっと少ないのかなって思いますね。ちょっと今度5枚で行ってみよっか。あんまりつけないっていうのがポイント。ちょっと、あれ、ふにゃけてきたかなぐらいで、一旦ストップします。卵につけるっていう部分で、ちょっとフレンチトースト、クレチーに近いのかなって気はしますよね。クロワッサンと言ったら、やっぱサクサク食感が売りなわけじゃないですか。それが、どのぐらい表現されてるかっていうのが、ちょっと気になるよね。これ僕さ、YouTube やってなかったら、絶対作らないと思うのね。なんかそう考えたら、自分の趣味が増えるというか、新しいものに挑戦するっていう意味で、ほんと YouTube やってよかったな、みたいな思いますね。OK、これで5枚重ねました。で、これを下にします。で、クロワッサンってやっぱいろんなクロワッサンあるじゃないですか。ちょっと今回アレンジとして、私の大好きなアルフォート。これをちょっと中に詰め込んで巻きたいと思います。いってらっしゃいませ。これで巻いていくと。ああ、いいね、いいね、いいね。厚みも出るし、この方がいいかもしんない。はい、2個目完成。いや、これいいんじゃない？オッケー。
これをまた下にして、これを乗せまして、一緒に巻いていきましょう。本当にさ、これでサクサクのクロワッサンになるのかな？あまりにもペタペタしててさ、とてもクロワッサンじゃないんだけど。オッケー！できました。はい、そしたら飾り用で買ってきたこのアーモンドスライス。え、すごい！もうもちもちなんだけど。オッケー、じゃああと170度のオーブンで約30分チンするだけで完成ってことで、行ってきましょう。仲良くねー。はい、てなく30分、ワクワク、ソワソワして待ちたいと思います。ワクワク、ソワソワ。めちゃめちゃいい匂いがしてます。イエーイ。え？いいね。はい、できました。これ見て。これは、なんだ？これは一体何なんでしょうか？オーブンかける前に、溶かしバターとか塗ったらもっといい感じのきつね色になったと思うんですけど、これとかも見て。多分、巻き巻きした僕の問題だと思うんだけど、これワンちゃんのおやつにあるやつ。骨のやつ。で、結構ギトギト。個人的にこれはめちゃめちゃいい感じだよね。一回切ってみていいですか？中がどうなってるのか。もうカチカチだもんな。いってみます。うわ、これ中半生じゃないか？いい感じにアルフォートのチョコは溶け込んでますね。念願の生春巻きじゃなくてライスペーパー、ライス、ペーパーライス。いただきます。うわぁ、おもろい。こんな感じで中ブニョブニョ。全然クロワッサンじゃない。僕、ライスペーパーはもちろんのこと、生春巻きとか北京ダックも片手で数えるぐらいしか食べたことないんだけど、一番外側のカチカチの部分。これはマジで春巻きです。春巻きに白玉入れ込んじゃいましたみたいな、そんな感じだ。アルフォートがかなりいい味出してますね。チョコとかなんか味付けしないと厳しいですね。こいつ単品だけで勝負できるかって言われたらちょっと怪しい。もう音がクロワッサンじゃないもん。でも美味しい。外側確かに春巻きなんだけど、ずっとパリパリが残り続けてて、やっぱそんなに巻きすぎない方がいいのかもしれない。多くて4枚がいいのかも。うん、うわ、もちもちだ。ライスペーパー自体は結構美味しいかも。割と好きなタイプかもしれない。ただ、何分この一番外側のパリパリがずっと残り続けてるから、良さを消し合っちゃってる感じがしますね。うん。でさ、これ作るぞってなった時に、やっぱネットで調べたりするんですけど、そしたらさ、ライスペーパークロワッサンで予測変換みたいのでさ、まあレシピとか作り方みたいなのあるんだけど、結構上ら辺にまずいってあったんですよ。食べる前からまずいっていう情報を聞いちゃってさ、え、マジ？みたいな思ったんだけど、うん、わからなくもないですね。なんかね、エビの尻尾みたいな感じなんですよ。とにかくずっと残り続けてるみたいな。一番見た目がパーフェクトなやつ。これ言ってみましょう。さっきも言ったけどさ、僕絶対動画じゃなかったらこういうの作らないし、てか普段の食事もさ、同じやつをもう3年4年ぐらいずっと作り続けてるんだけど、やっぱ新しいことやってみるって楽しいよね。自分がハマったやつとかはとことんそればっかになって、お気に入りのお店とかさ、お気に入りの商品ばっかになって、新しいものとかあんま挑戦しなくなっちゃうんですよ。音楽とかも同じで、もうハマったらその人しか聴かないとか、この曲だけを一曲リピートみたいなずっとしてるみたいな感じだから、この新しいものを触れるきっかけとして YouTube の企画めちゃめちゃいいですね。今後もちょっと新しい、普段だったらやらないようなことをやっていきたいですね。うん、おいしい。こういう場所おすすめとか、こういう場所気になってます、行ってきてくださいみたいな、どしどしお願いします。で、今回のやつもさ、事務所の方に言われるまで全然気づかなかったし、ライスペーパーも流行ってたけど一回も触れてこなかったから、人からの意見ってすごいありがたいよね。ごちそうさまでした。てなわけで初めてのライスペーパーだったんですけど、思った以上に良かったです。で、あとまだ半分ぐらい残ってるんで、ライスペーパーの達人の方、先輩方いたら、おすすめのレシピとかあれば、ぜひ教えてください。じゃあ、今回のでまた料理のやる気が、ま、ちょこっとだけ増えてきたんで、何か新しいもの、なんか胃袋をつかめる系のやつ、作っていきたいですね。多分作んないけど。